ようぞみのミュージックへ。どうもみのです。本日はスペシャルゲスト、たくやさんをお迎えしております。よろしくお願いします。わちょっとサービス精神がもういきなりめちゃくちゃ旺盛でありがとうございます。いや、最近、本当にね、人生何があるかわからないっていうか、ちょろちょろと拓也さんに飲みとかに連れて行ってもらったりとかしてるんですけども。そうそう、なんだっけ、いつだかギターマガジンのさ、ギタリストが選ぶ名盤ですね、みたいなので、はい、その YouTube を多分公開してくれて、はい、自分の思う一番はこれだみたいな感じで、うん、ジュディマリのザ・パワーソースとか紹介してくれてるの動画で見て、なんていいやつなんだそこでちょろっと間接的なコメントのやり取りみたいなのがあったんですね。まあ、今度酒おごるよみたいな、こんな感じであって、うん、けどご時世的にもそんなじゃあ行きましょうっていうのはなかったんだけど、うんうんうん、はい、まあ、ある時にまた別 の, 音楽の後輩のやつとかと飲みに偶然行った、初めて行ったところにいて、うわーって俺って僕ももう仰天しましたよ。もうバッて入ってきた時にまたくやさん来たと思って、そこからですよね。そうそうです、そうです、はい、はい、ここからちょっとしばしばいろいろ連れて行ったりしてもらったりとかしてるんですけど、今回とう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 ですね、たくやさんのプライベートスタジオって表現で合ってるんですかね。まあ外にも貸してるんですけど、はい、スタジオ Go for it と言います、ここは。はい、はい、お邪魔させてもらっていて、まあ、まだなんかちゃんとゆっくりは見れてないんですけど、見渡してみてもすごいお宝が眠ってるんだろうなみたいな感じが。それはね、あそこの上の方にとかにも、東京ドームのラストライブの時にステージ上にいたクマとか、もう本当にファンからしたら、うわ、あれもあれもあれも見たことあるみたいな感じですよね。ね、はい、まあでも僕やっぱギター弾く身として差を見たいなっていうのがすごくあるんですけど、あのね、ちょっと今ツアー中でいくつか出てて、あとメンテに出てていくつかないんですけど、うんうん、けどそれでも十分撮影にあり余るぐらいのレアギターあるんで。おお、ちなみに竿は全部でどれぐらい所有してるんですか？全然把握してないですけど把握してない、まあ、多分50本ぐらいじゃないかな。絶対に明らかにこの先使わないだろうなみたいなやつはちょっとずつ年に1本か2本ずつ売ってってるんですよ。ちょっと一度お店に出す前に僕に相談してもらってもいいですか、それ。あ、けど基本ねあんまりお店に出してない。あ、そうなんですか。もう、まあ、出してるのもあるけど、大体も今時これ買う人よとかって SNS で言ったりとかしたら買いたいとか、うんうんうん、あ、まあまあ確かになるし、うんうんうん、まあ、そうしたらあと値段交渉すればいいし、そのギターの価値に加えて拓也さん所有っていうの乗っかってきちゃったら、それはすぐ手挙げる人がいますよね。でもね、もうなんかそれこそものすごい高いギターアンプ持ってるんだけど、うん、ダンブルオーバードライブ、スーパーオーバードライブってやつもうプラグインとかでしか僕見たことないですよで、それもめっちゃ最後にオファー受けたのは某楽器屋さんから、うん、450万で買いたいんで、はい、だったら買えますって言って、はい、けどその時売らなかった。それもだいぶ昔ね、今もっともっとじゃあ、そうそう、でこれを集めてるミュージシャン、コレクションしてるミュージシャンがジョン・メイヤーさん で、はい、でだから俺はなんか今円安じゃん、うん、ドル高じゃん、だからなんかも、はい、いつジョン・メイヤーの SNS になんか、うん、俺興味あるってことじゃん。それはもう一本の動画になるかもしれない、ジョン・メイヤーにオファーしてみたって言ったら結構いいねで買ってくれんじゃないかと思ったんだけど確かにそんなような、そんな、はい、でもダンブルじゃあ今あるんですか？あるよ。うわー、やば。まあちょっとじゃあ全部はもちろん体力的にもしんどいものになりそうなんで、いくつかハイライト的なものを紹介していただいてもいいですか？はいはい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。全部ピックアップが同じ年の、これが56年ですか。うん、57からはこのピックアップじゃなくなるんで、これは壮観ですね。緑のやつってラストツアーとかですか？あ、使ってる、うん、ですよね。まあ、それもモットーとかの DV で使ってるラストツアー。えぐいな。これちょっと一個ずつゆっくり見ていきたいと思います。早速じゃあワープで弾いていた、うん、あまりグレッチ詳しくないんですけど、これはデュオジェットになるんですか？多分デュオジェットのレアカラー、
まあ黒とかがね結構とかシルバージェットとかそうですよね、その辺が一般的なイメージはありますよね。これがグリーンジェットって言われるかもしれない。そういうグレッチかっこいいっすね。いいんですか、うん、グレッチもあんまり弾くことがないからな。なんかこれはねめっちゃ軽い、普通にいい音するんで、本当はライブとかでももっと使いたいぐらいのいいギターなんだけど、ただやっぱペグとか不安定だったりとかもするのもあるから、なかなか持って出ないけど、ヴィンテージならではのそういったちょっと、そういう、はい、めっちゃかっこいいギターですね。これこれが56年でしょ、うん、僕エレキはね全部56年で、56年ってなんかグレッチで特別な年なんですか。ね、56からしかエレキ作ってないんだよ、ね、つまりじゃあ全部初年度っていう。じゃあなんでね、57からピックアップがね大きく変わるのよ。あ、けど57まで一緒だな、58からかな。ピックアップの仕様がこのね、こういう風になるのよ、うん、ダブル、いわゆる TV ジョーンズですよね、うん、でこの時まではこの半分シンボル、確かに違いますね。のでまあ、僕はこっちの台の方がいいなと思って、この年代ばっかり集めてるんですけど、めちゃくちゃ渋くてかっこいい。それはなんかまたすごいですね、うん、デザインが。名前忘れちゃった、これちょっとなんかその辺はテロップでその辺はカントリージェントルマンかな。もしかしたらすごいですね、サイドまでこう、これね、革なのよ、サイド。ここに革が入ってて、革かな、わかる、革風な彫刻かな、うん、革ベルト風な彫刻、なんかリペットコンチョっていうんですか、こういうのなんかアメカジの財布とかについてるやつですよね。まあだからカウボーイのうん、うん、でここもテールピースもちょっとめっちゃざっくり言うとリーバイスのバックル、そう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 リーバイスのバックルみたいな感じの、ここもなんかちょっとバッファの、かなりアメリカンな空気が漂ってますね。まあこれもいいんですか、うん、うわついてるのは好きじゃないっていう感じなんですか。うん、これアーム嫌いだし、アーム嫌い、渋い音するでしょ、しますね、えぐい、ありがとうございます。もそのままのこれぞっていう、もう見たまんまの音ですね。青サビっていうかっていうんですかね、もの感じとかももう渋いっすよね。フレットマークも全部サボテンとかでね、いやほんとすごいですよ、バッファロー、サボテン、これ何なのか、お花何か砂漠に入るそうですね。いや、ありがとうございます。あ、これはね、数はまあまあたまに見かける、はい、そんな。そして本命、本命ですね、これ。あ、こっちはでもしっかりビグズビーの、でももう使わないから下にいやいや、たまに使う、たまに使います。そんないいんですか、まあ、いきなり、はい、うわ、これはモデルで言うと6120チャットアトキンスのかな、はい、もうだから定番中の定番、そう、定番中の定番のやつです。なんか悲しいのは僕、そのグレッチっぽいフレーズを持った時に弾けないっていう
なんかカントリーみたいな、もうなんちゃってしかできないんですよね。俺より弾けてる。いやそういう取ってつけたような一発ネタみたいなフレーズしかなくてちょっと恐縮なんですけど。こういうのなんだろうな。思想フレーズ。ちょっと僕一回やりたいのが、ロイヤルアルバートホールでジミー・ペイジがこんなことやったんですね。ああ、それいいじゃん。カモンエブリバディのイントロで、これこうじゃないと弾けないんですよね。あ、確かに。違うかな。ありがとうございます。もうこれぞグレッチっていう。いやー、本当にど真ん中ですね。めちゃくちゃ気持ちいい。ありがとうございます。これはね、けど本当ジュディマリの頃ロスの楽器屋で発見したんだけど、1956年にしては非常に綺麗だと思うんですよ。だからなんかやっぱね、ジャズのシンガーの人が所有してて、だからギタリストの所有じゃなかったから割と綺麗なまま残ってて、でももう25年ぐらい前に買ったから、それからまださらに何年経ったと思います。だけどゴロレラが60歳とかな、もっとか、それもそんなぐらいの、ですね、なんですが、まあ綺麗に。お宝ですね、これも。まあ、全部お宝ですけど。まあ、結構ライブでこれはよく今でも使ってるんですけど、まあ、ジュディ・マリのモットーっていう PV はこれで、レコーディングだけど PV もあれ一発撮りこれでやってるから。っていうやつなんですけど。まあ、あと一本はね、ちょっと弾かずとも、これもちょっと半分壊れてるんで。すごいテープで補修みたいな。あ、もう外れちゃってるんですね。ちょっと裏を一旦カメラにいいですか、すみません。このビニールテープでこの枠を止めている状態ということですね。もうちょっとしたら大手術に出すとして蘇らせるんだけど、まあもうならない。もう落ちちゃう、割れ、なんかこう歪んでて、こういうのもあるよっていう感じですね。まあちょっとこれは直したいですね。でも、これはね、これでなかなか個性的な音のするアコースティックギター、70年代かな。はい、そしてこちらね、もう神話の生き物。神話だね。ペガサスとかそういうレベルですね。本物のダンブルが目の前に今あります。えぐい。ちょっとこの感じ伝わるかな。これはもう外出すことはほぼないですか。そうだ、そうだね、ないな。これはちょっとジョン・メイヤーに一回吹っかけてみましょう。そうでしょ。で、上がまたこれはね、マーシャルですね。これもよくレコーディングとかで使ってるんだけど、これ紫ですね。でもよく見ると紫で、あのマーシャルの、ちょっと僕モデル名詳しくないんだけど、はい、マーシャルがいわゆる最初 50W のアンプだったんだけど、地味編のために 100W を開発した、一番最初の地味編のために作ったロットのパープルバージョンっていう超レア。やばいじゃないですか。これもう、しかもめっちゃ状態良くないですか。えぐ。ここにもう、じゃあペガサスとユニコーンって感じですかね。そうそう、この2つは本当に。いやー、もういいもの見させてもらいました。ありがとうございます。これはないよ、本当。どっちも、ちょっとこれジョン・メイヤー見てたら拓也さんにね、ご連絡ください。そうそう、まあ、売るとしたらジョン・メイヤーかな。ジョン・メイヤー。はい、これもやばいでしょ。皆さん見てわかりますか。ゼマティス5本。
こんなに同時に集まることまあないと思うんですけども、国内でも有数のコレクターである拓也さんのこれもう所有物でえぐすぎる。僕は人生で本物一本たりとも見たことなかったんですけど、ここで初めて5本一気に見てしまうと。でしかも結構目を引くモデルが多いですよね。アコースティックがまず12弦、エレキでも12弦があって、ピンクとゴールドのモデルがあったりと、あとあのもう本当に全面総張りの、モデル、これが本当にもう今値段つかないんじゃないですかね。えぐすぎる。これは本当絶対狭はくだらない、ね、この左から2番目のやつですよね、はい。いやもう布袋さんとかローンウッドとかそういうイメージです。いや本当に貴重なものありがとうございます。はい、じゃあ一つ一つじっくり見させていただきたいと思うのですが、もういきなりあ、待って、裏見てもいいですか。こんな感じなんですね。重いですかやっぱこのギター。これは特に重くて、特に重い。これは全部の中でも一番別格で重い。ちょっと持ってみたら、うん、重っって思って、うわー重たい。体感6キロぐらいですかね、多分。うわーえげつねー、これこれやばい。これどういう感じなんですかね、このセレクターの仕様とかは。まあ、これちょっとね、これも覚えてないんだけど、どっちかがもしかしたらピエゾ入ってるかもしれない、うんうん、これがね、はい、なかなか不思議な感じですけど、まあこっちは普通にもうピックアップセレクターで、うん、これはね、あ、ブースター入ってるんだ。ってことは電池とかもう入れる、うん、だから裏が多分いっぱい、うん、なるほど。結構へんてこな仕様ですね。じゃあ裏開けるのは僕のチャンネルでいつかやろう。ゼマンディスの書籍にも竹谷さんの所有のギターが資料として載ってるぐらいのね、それぐらいの1本です。これえぐい。結構引き込まれてるのもまたかっこいいな。でこれ元々の所有者がどなたなんでしたっけ。俺が覚えてるのが間違ってなかったら、うん、プリティシングスっていう、はい、バンドのギターの人が、うんうん、めちゃくちゃ重いじゃん、はい、でもう年だしこんな重いギター弾かないからっつって売りに来て、まあ、委託販売してて、うんうん、あのロンドンにそういうね有名な楽器屋さんがあって、はい、すっげえレアなやつとか売ってるんだけど、うん、もう顧客がノエル・ギャラガーとかそういう、あ、そういうレベルの、あで俺は偶然これ見つけて、はい、まあ、その時にもう別のこのギターアンプいいなとか言ったら、あ、それはノエルが売約済みされてるみたいな。すごい世界ですねそれは。これで購入されたのがいつぐらいですか。これもまあ2000年か1999年とかぐらいに買ったと思うんですけど、ちょうどバンド動画、まあ、解散するぐらいの、うん、か1個前のポップライフとかのレコーディングでロンドンでしてる時ぐらいかな、うんうんうん、多分。ちょっといいですか、弾いて。どうぞどうぞ。これがで12、15、17、19、21、23、24と24フレまであるんですね、これね。でもなんか弾いてて、1フレあたりに手を置いた時に、トーッとはならない感じ。そうそうね、うん。ならないよね。その不思議な感じはありますね。いや、ありがとうございます、こんな大変貴重なものを。まあ、はい、どうぞ。これもまた見たことないですよ、こんなモデル。これね、12弦ギターは僕あのいくつか持ってるんだけど、はい、これが本当一番音良くて、僕持ってる12弦ギターの中でも、はい、絶対手放せないし、奇跡の12弦エレキ。単に貴重なだけじゃなくて音もめちゃいいっていう。音すごい、本当ね、うん、あのリッケンバッカーの12弦とか持ってるんだけど、はい、これに出会ってからは本当にレコーディングで12弦のエレキ取るときはもう絶対これで、はい、全て、うろ覚えシリーズ。しかも結構弾きやすいっていうのもありますね。弾きやすいでしょ、うん、なんか無理する感じがやっぱ12弾くときってどうしようちょっとあると思うんですけど、うん、それがない。これすごくね大当たりの、これやばいっすね。ヘッド落ちしそうな感じのでもバランス感はありますね。こっちの方が重いというか、でも軽いギターだな思ったより。フェンダーのエレクトリック12とかよりも下手したら軽いかも。これ
まああと1993年製なんで比較的人の中でも新しい方が、うんうん、後期っていうんですかね、うん、ありがとうございます。はい、これちなみにデマティスってカスタムとかいろいろあるんだけど、デラックスランクが上のやつだとここが全部手彫りの、そういう世界なんですね、うん、あのオーダーするときに、だからここが普通にギブソンのレスポールタイプ使われてる安いモデルもある。これは全部、まあ、独中、勉強になります。これピックアップとかもデマティスの人が作ってるんですか？どっかのメーカーどっかの、多分いくつかこれかこれかから選んでくださいみたいになるんです。オーナーに向けてデマティスさんの手紙が入ってるパターンもあるの、ちゃんとこんな感じに仕様になってます。そういうのが残ってたりもするんですね、これ毎回ちょっと思ったんですけど、僕が弾くよりも拓哉さんが弾いた方がいいんじゃないですか。いや本当に、まあ、俺はもうなんか弾いたことあるからさ。いやでもリスナーさんからしたら、いや普通におめえじゃなくて拓哉さんに弾けよって思ってる人多いんじゃないのかなと。だんだん怯えてきてるんですけど、こちらが割とナチュラルな感じですね。あ、ね、逆に珍しい。ああそうなんですね。ナチュラルトップ、逆にあんまりない。ちょろっともないですもんね、ボディに関しては割と。結構けどね、これはね、ちょっと何年生だっけな、このゼマティスってこのメタルの細工してる職人さんって別の人がやられてて、メタルトップの場合とか、そうじゃない、シェルトップの場合とかでもちゃんとさっき見せたやつだと彫刻凝ってんだけど、これはだけど本当雑な Z って本当だ、 Z って入ってて P ゲージ、その辺が多分あの買った人の名前だね。ああなるほどなるほど。でもなんかこれぐらいの感じも渋いですけどね、残りわずかな時期になったら多分売り出すと思うんで、その時は僕にご連絡をすいません、縁起でもないこと言ってしまいましたけど、はい、まあそのね、ちゃんとしっかり文化は後世に伝えていくという意味で、そうそうそう、ありがとうございます。ナチュラルトップ、はい、接触とかが悪くなる、まあ、ありがとうございます。あ、思ったより重くない、これ。これはね、はい、そうなんです。そうなんですよ、思ったより結構、レスポールだったとしても軽ってなるぐらいですね、これは。めちゃくちゃライブでも使うし、レコーディングでも使うし、まあ本当主力の主力本です。主力中の主力っていうか、これはでももう値段もやっぱりやばいですよね。ですね、まあ、1000万じゃ売らないですよ。玉もないんで、いいねですよね、相場っていうか。拓哉さんが決めるみたいな感じですよね、こんなもんは。まあ、本当別にいくら出しても欲しい人は欲しいってやる。いやでしょうね、うわー、たまにあるんですよね、これ知りたくなかったなむしろみたいな欲しくなっちゃうから。なんか俺あのビートルズの Please Please Me の初版50万ぐらいのやつ聞いた時に音良すぎて、うわ
聞かなきゃよかったみたいな似たような今ありがとうございます。知ってしまったみたいな、知ってしまったという禁断の果実みたいな感じですね。これえぐいな、見た目かっこいいし軽いし弾きやすいし、アコースティックですねこれ。ネタでもともと最初期はデマティスはアコースティックのギターとベースばかり。アコースティックベースですか。うん、初期のね。ああ、本当だ、こういうの70年代前半、60年代もだと思うんだけど。あ、60年代からあるんですね、うんうん、そうとか、うん、これも76年、1900。これも相当貴重なんじゃないですか。でもまあそうね、まあ、ハートホールでもっとね装飾多いハートホールはね割とシンプルなハートホールなんだけど、うん、ハートホールの12弦っていうのは多分相当ない、うんうん、というありがとうございます。でしかもまた相当ジャンボですね。ジャンボ、ここまでいろいろ弾いてみて思ったのがピンクのやつ覗いたら少し軽めですね。ゼマスって そう、うん、ちょっとあれだけはちょっと別なんだけど。別ですね、これアコギとしても相当ボディ軽いです。これ12弦の思想フレーズがあんまり僕はネタがないので、本当に俺も eBay で買ったのかな。もうそんなん出るんですか eBay に。あ、ね、1990年代の終わりぐらい、うん、2000年とかぐらいネットでそういう eBay ができた頃に、うん、今までそんなこと売れなかったじゃん、まあ、特殊な、うん、で楽器屋さん持ってってもそんな買い手と売り手がそのなんかうまくこう見つけられないようなものを世界中の持ってってるスタジオとかが機材を一斉に売った時期が、うん、あーのがあったんですね、うん、で僕はその頃超お金持ちだってで、はい、けど忙しくて使い道なくて、うん、その時にネットでそういうスーパー機材とか見つけては、うん、全部落札してこれも買ったんで、これはねけどロンドンでしかもね送り先がなぜそうなったのか分かんないんだけど、うん、どっかの郵便局の局止め で俺郵便局取りに行ったわけ、うんうんうん、したらマジでこれ新聞紙込まれてるだけで来てた、こんなそうこんなに歴史的なギターがちなみにおいくらぐらいだったんですかその時は。いや覚えてないなけど100万してなかったと思う多分。まあ今はそんなんじゃ絶対に手に入らないでしょうけどね。それも、まあ、まだその頃ゼマティスさんご存命の頃でして。はい、ということでですね、今回拓也さんのプライベートスタジオにお邪魔させていただいて、なんとですね、もう貴重なギターの数々いろいろご紹介させていただきました。ありがとうございます、本当に。まあもうどれも見ることができないものですよね。ゼマティスも、またアンブルも、マーシャルも、グレッチも。すごい、俺のチャンネルでもそんな紹介したことないんですけど。すいません、俺のガッツキ度合いが多分えげつないんだと思います。もうありがとうございます。いやいや、こういうのって2人ぐらいで開けた方がちょっと面白いじゃん、なんか。まあいろいろちょっとね、話しながら見るのも、うんうん、年に1回ぐらいは大丈夫かちょっとチェックするのも含めて、うんうん、まあ開けたい心情があるんで、うん、まあ今年は今回いい機会でしたっていう、うんうん、まあそんなじゃあタイミングに読んでいただけてありがとうございます。いやいやいや、お疲れ様でした。はい、たくやさんのチャンネルの方のデモですね、僕が出てる動画アップされてると思いますので、ぜひそっちの方も皆さんチェックしてみてください。そんな感じでミノミュージックでした。ありがとうございました。ありがとうございました。